庄内沖地震の震度分布庄内沖地震とは、1833年12月7日14時頃に、山形県沖の日本海で発生した地震。規模は、マグニチュード7.5程度と推定されている。地震により津波が発生し、東北地方と新潟県の日本海側だけでなく、のと半島にも、被害を及ぼした。では国沖地震、庄内地震。 あるいは、宇前沖地震とも呼ばれる。湘南地方で、開花475個、津波による歴史死者38人。能登半島の輪島で歴史死者47人。宇佐美による調査で、震度6の揺れが推定された場所は、新潟県から山形県にまたがる長さ 80km の地域。震度5は、新潟から秋田に至る約 250km 最上川沿いの、 山形盆地まで、震度4は、津軽、北海道真木から、能登半島まで及んだ。津波遡上距離の違いから1964年、新潟地震よりも大きな津波が発生したと考えられ、津波高は派源に近い湯の浜から不夜間で5の6メートル、局地的に7から8メートル。新潟県の角田浜、五カ浜では、地盤高5メートル以上の砂浜に遡上、 佐渡の岩谷口も6.4メートル、波源から遠い輪島でも津波高は5.3メートルと考えられている。新川河口では2.5キロメートルほど訴状し被害を生じたが、阿賀野川等での訴状到達点は未解明である。震源域は1964年新潟地震に重なるとの見方もあるが、 新潟地震の震源域の北側で発生した地震とも考えられ、1983年日本海中部地震の発生以降注目され、積極的な調査が行われた。川の博は、規模 MK イコール5を与え、マグニチュードは M7.4 に換算されている。うつは M7.7、うさみは M71 にプラスマイナス1、4と推定している。大腸は、 湯の浜 28km 沖に信号を仮定して M7.8 都市、間は津波の数値実験による断層モデルから地震モーメントを 1.26021nm と推定している。ありがとうございます。